政策のの様子を描いた浮世絵ね根ろ塗りの三段筆記収漆器は和歌山県に伝わる伝統工芸品の一つである。藍津漆器、輪島塗、山中漆器などとともに全国三大産地の一つと言われる。主な産地は海南市黒江経済産業大臣指定伝統的工芸品。室町戦国時代に大見系の記事士集団が定着し、 紀州檜の木を生地に木の湾を製造したのが始まり。一部では、寝頃寺の職人が、豊臣秀吉による寝頃寺焼き打ち後に、黒江港に移住したという説もある。黒江においては、江戸時代初期のケブキ草、中期の和漢三歳図へ、後期の貴族風土記に記されていることから、江戸中期から後期には広く、諸国に出荷されるようになっていたことが伺える。 奇襲藩は黒絵湾製造地域を黒絵に限定し、漆器産業を保護した。そのため、黒絵塗は当地の発展に大きな影響を与えたと考えられる。文政9年に、賢治圧、土板物漆器の技法が導入された。明治維新の後、廃藩置県で奇襲藩の保護を失ったが、明治3年に元奇襲藩士の木村智重が、 漆職人を束ねて漆製品を生産し、南家の船で本格的な貿易を開始したことによって、次第に活気を取り戻し、分業制を用いたり、明治12年には、多府県産の賃金彫りの技術を導入した。また、明治31年には、京都府より牧江市を招いて、牧江の改良を図った。黒井漆器学校も設立され、漆器膳、ワ十箱を国内向けに盆を、 国外向けに制作した。その後、アマネドと錦光塗り、シルク塗りなどの代わり塗りが考案された奇襲漆器は特徴を一段と発揮させ、昭和53年には通称産業省より伝統的工芸品に指定された。戦後からは、他産地より早く化学塗料のラッカーを利用したプラスチック容器を開発するなど、新種的、革新的な路線で成功を収めた。 しかし、バブル崩壊後は安価な中国、東南アジア製の廉価品に押され、産地の規模は縮小している。一方で、伝統的な巻絵などの加速技術を、USB メモリ等のデジタル製品に応用する、橋本質芸のように、従来品にとらわれない新しいカテゴリーへの展開を、進める企業も存在する。橋本湿芸と同じ海南市内の4社は、共同ブランド、機種、 を立ち上げ、薪絵で LED の光を拡散する照明シェードや海外の需要に合った製品を首都圏のデザイナーと協力して開発している。主産地である海南市黒江には漆塗りの体験ができる店や奇襲漆器伝統産業会館などの観光施設があり、団体旅行客も多く訪れる。また、毎年11月に漆器師としては、 西日本随一の規模と観光客動員数を誇る奇襲漆器祭りが行われ、2日間で全国から5万から7万人が訪れる一大イベントとなっている。ありがとうございます。